結局星野さん阪神戻って、戻ったね、お前戻ってこいっていう、やっぱ守備はもう9時だっていうね、まあ、大事なところのバントとか、ね、ベンチ見たくもないけど見ちゃうんですよどんな顔してるか。で実際、3年間ドラゴンズにいて、5年です。あ、5年いたの？僕5年です。あ、そうか、5年いたんだ、はい、優勝も経験してるじゃん。2年目にね、で1年目も優勝できそうだったんですよ、横浜と最後まで争って、はい、でこんだけ貯金してなかった、緊張した中で、でタイガースであんまりないもんね、なかった、上でなかなか争うことができない時期だったからね、なかったんで、はい、中日がもうそのトレードと韓国人と、うん、F8 とか、すごいやっぱり選手、やっぱ星野さんそういうやっぱり選手集めるのうまいね。いやすごかったです、力あるよねそういうパワーね、はい、すごかったです、うん、それで勝てるやろうなって思いましたもんね、やっぱそれは。そうか、なるほどな。じゃあその5年間はどう、実際まあまあずっと最初のうち使ってくれてるし、そうです、そうです、ね、で山田久さんになったんですよ、うんうん、あそうか、そこでまた結局星野さん阪神戻って、戻ったね、お前戻ってこいっていうでまたそれで阪神戻ってこいになったんだ。僕自由計画してもらって、そうか、中日は全然僕のことを、うん、まあ極端話兼任でも何でもいいから契約はするからって言われたんですよ。ああ、はいはい、高中兼任でね、兼任でもいいし、うん、現役してやりたかったら現役でっていう契約をするよって言ってくれたんですけど、うんうん、まさかの星野さんが、その星野さんって2002年から行ってるんですよ。あれ星野さんってその前の年までドラゴンの監督して、そうそうです、そうです、2001で開くことなくすぐタイガースの入場に、あの時の星野さんの気持ちからするとやっぱり裏切られたなって感覚なんだと僕は思うのよ。あー、オーナーに絶対僕やらないと思ってたんで。でしょ、はい、普通はまず1年最低でも1年は置きますよ、はいはい、だからそういう中であえて即やったユニフォーム着たっていうのはよっぽどの気持ちだったんだろうなと僕は思うんだけど。で2002年もダメだったじゃないですか、タイガースで。そうだ。で2003年に金本さんとか、うん、イラブとか下柳とか、ね、なんか20何人クビにして、その中の一人で僕も呼び戻してもらったっていう。うん、う、関川は、関川さんはそのままドラゴン、あとそのままドラゴン、はい、関川は一回あれ首位打者争いしてるもんね、その99中日、中日でね3割5分ぐらい打ちました、打ったよね、それでも取れなかったんです。ローズがいたんです。ローズがいたね、はい、そう、横浜のローズがとんでもない、そうだ、あれはすごかったですね、はい、右のね。じゃあ星野さんに好かれた選手だったんだな。結局僕も中日行った時も最初はレギュラー出てましたけど、うん、福留が来て、ああそうか、福留をやっぱ育てるじゃないですか、はいはい、まあ、ショートで最初使うとしたからね99年、うん、ひどすぎてショートとしたらじゃあちょっとこれは無理だっていう、ちょっとひどすぎて、うんうん、でまあ僕はもう控えの方もあって、はいはい、あの7回8回途中からは、ね、勝ってると、うん、行けって言われる、守備固め兼ねてね、はいはい、でタイガース戻ってきた時も、うん、まあ、一緒にやってた藤本っていう人が、ああ藤本がいるんですけど、うん、やっぱ7回8回になると、うん、行けって言われて、やっぱ守備はもう9時だっていうね、まあまあそういうふうに思って、そういうふうに見てくれてたね、いただいたんで、うんうん、僕のもう職場はもう、ね、そこで勝ちゲームの最後の、はい、大事なところ、大事なところのバントとか、もうそれの2つを、うん、もう目が合うんですよ、そのシチュエーションでは、いいくぞみたいなね、うこうやってやられるから、ね、でも準備しとけよみたいな、うん、なるじゃないですか、うん、それはもう僕中日の5年、4年間と、うん、もう経験してるからね、でやってるんで、ある程度あ、俺に来るなっていう、下村さんがヘッドコーチで、はい、当てる、そろそろや、もうね、その前にもう大体分かってるよね、もう分かってるんですけど、うん、マジですかプレッシャーあるよね、勝ちゲームの途中から出るっていう、これを簡単に言うけど難しいよね、意外と守備から行くんだったらいいんですけど、うん、代打バントから行くっていうのが一番きついです。これプレッシャーあるよねだって成功するのが当たり前だからね、 100% バントで行くじゃないですか、うん、ノーアウト1塁 100% もしかしたら200%、相手もそう思ってるからね、うん、それで行ってもう失敗したらもうベンチ見たらあの顔でしょ今だから言いますけど、バントファールした瞬間もうベンチ見たくもないけど見ちゃうんですよどんな顔してるか、怖いもん見たさで、やばい面白いなそれ、怒ってるよこれ、怒ってるよこれみたいな、怖いもん見たさでね見たくもないのに、こう例えばビジターだと三塁ベンチじゃないですか、星野さん、はい、でサードコーチャーは三塁にこっちに見ちゃうのね、失敗してパッと見てうわやばいってホームだったら、ね、まだね後ろだもんね、後ろ向かないんですけど、うんうん、
もうビジターでバンと失敗した時のあの顔は今でも忘れられないです。何をしとんじゃってバーンってベンチ蹴ったりするじゃないですか。もう帽子バーンやったりするのも僕も何回もやられて、もう、まあ、僕は結構成功した方なんで、それでもツーストライクからでも結構もうやったんで、ベンチ帰ってきても別に褒めてくれるわけでもなくね、当たり前やろみたいな、当たり前やろみたいな、一発で決めんかいよ、そういうことやね。まあ、それが当時の、うん、まあ、星野さん流、僕に対してはそういう愛情、それでも信頼してるからってことなんだろうね、で使ってもらえてたので、うん、はいはい、その脇役的なポジションを最後の方はやりましたけ ど、うん、なるほど、でもそれはそれで、うん、逆に今思うと勝ってる試合に使うとか、うん、そうだよね、だからやっぱりそれだけあの藤っていう選手を信頼してるから、まあ、そういうところで使ったってことなんですよね。2003年優勝したわけでしょ。そうです、あの星野政権 で、 そうです、あれ星野さんの2年目か、2年目です、2年目ですよね。4位から優勝したんですよね。 そうです、その20何に入れ替えて、入れ替えてね、すごかったです。あれもイラブがいたり、シマエナギさんがいたり、チームが変わったのかなぐらいのインパクトでしたよ。変わりました、うん、アリアスとかもアホみたいに打ったり、アリアスね、はい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 、すごかったです。打線もだから赤星がいて今岡がいてでしょ。そうかそうか、今岡もよく打った年あったもんな、はい、でまあ僕らは、うん、その藤本が8番で、うんうん、ちょこ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 、はいはいはい、それなりに打ちましたよ。3割打ったんですね。お前俺のおかげやぞって、お前守備固め俺7回8回一番大事なとこね、うん、まあそんなこと言わないですけど言わないですけど、まあレギュラーは藤本だったです一応。そうか、面白い選手生活してるね。でもその時の監督以下、うん、すごいコーチ陣でしたから。その時の、はい、田口さんでしょ。あ、みんな呼んだ時か。そうですよ、田口さんいて、田口さんいて、達川さんいて、達川いたね、佐藤義則さん、義則いた、西本隆さんいて、西本もいた、はい、あ、義則、西本って言ったの。そうです、ブルペンと。ああ、そう、すごくないですか。そうか、それすごいね。あ、そうだ、西本がブルペン行ってたね。そうです、そうだそうだ、佐藤さんがベンチでね。どんななの、そういう、まあ言ったらそれなりのレジェンドだらけで、ね、コーチ陣でだって監督何人いるんだっていう。あ、まあね、みんな監督してもいい、達川もやったしね。そうです、はいはいはい、だからそんなところに、うん、で、岡田さんでしょ。そうか、岡田もいたもんね。そうですよ、すごかったですよ。プレッシャーやっぱあるね。あります。あ、ただその時唯一岡田さんはこうちょっとフワッとしてくれてました。あ、本当、ちょっと選手にはちょっとフワッとはしてくれてました、ね、うん、よう話しかけたり、はいはいはい、なるほど。昔ってコーチが選手を飯連れていくことがあって、あんまり今はね、よく気を使ってくれるけれども、昔は結構そうやって、うん、あ、やってくれましたね。あの担当の守備の内野だったら、うん、ちょっと行くぞとかいう声をかけてもらったりっていうのは多々ありました。あ、僕とか片岡とかいたんで、はいはいはい、内野でちょっと、うん、もう年の30ちょっとじゃないですか。いや、その時は岡田は守備コーチ、内野守備です、守備コーチですね、はい、でサードコーチやってたんで、うん、そうかそうか、まあ、その後星野さんがまあ3年やったか、はい、あれちょっと体調悪くしてね。そうですね、それもあって、今度岡田監督に代わって2004年からだから、まあ、星野さん岡田の中で、はいはい、まあ、また雰囲気がまた違う中で やったってことでしょ。そうです、うん、どんだけ違うの。もう全く違います具体的に。だって、うん、僕らは、うん、星野さんビビり倒して、多分ビビり倒して試合中も顔色を伺うじゃないですか、やっぱり選手どうしてもね。で、補欠でベンチにいる選手って、うんうん、よう聞いてるじゃないですか。もう全部聞こえるよね。絶対星野さん、うん、怒ってる会話とか、はい、分かる、コーチに言ってる会話とか、はい、で若手って星野さんの前にデラーッと大体並んで座ってこう応援してるから、はいはいはい、その状態で、 ある程度僕らみたいなベテランはちょっとちょっと隅っこの方行ってね、端っこにいて、まあ、聞いて聞かないふりしてみたいな流せるんですけど、はい、当時シュータとか、あの若い、はい、あの浜中とか、浜中ね、関本とか、はい、その辺っていうのはやっぱりもう前の方にいてね、星野さんの横で、うん、怒られて、怒ってることを聞いてるから、うん、逆に今度自分が行った時に失敗しちゃいかん、ビビるよねビビるじゃないですか。確かに。でもそのビビらせ方が
尋常じゃないビビらせ方ですから。僕はだから星野監督の中であのプレーしたことがないから、そこまで現役同士ではやってるんだけど ね、だからそこまでのそのビビるっていうのが見えてないんだよね。あ、いやすごい。でも僕は中日で経験した星野さんより、うん、やっぱタイガース戻ってきた時に優しかったです。でしょ、はい、まあ年齢もいってるし経験も積んでるから柔らかくなりましたよ、ね、うん、いやそうだと思う。柔らかくなりましたけど、うん、持ってるものは一緒でしたけど特に巨人戦は。僕はね、あの星野さん、まあ、阪神の監督になった時にね、まあ、インタビューも何回もしてるんだけど、はい、1年目の時は、偉い選手褒めたのよ。あ、私はこいつがいい、こいつがいい、こいつがいいって言ってね。でそういう時って絶対ね、あんまり自信ない時なんだよね。あ、そうなんですか。俺はね、あの分かってる、大体。で先生はまだあの褒めるってことは優勝まで考えてないな。で、2年目の時は、はい、こいつこれがダメだ、これがダメだって、もうダメなとこばっかり出したの。それで、あ、これはちょっと真剣に勝つ気になってるなって僕は思って。あ、その結果がだからで優勝したの。入れ替えた時ね。あの時のキャンプから、まあ、何回かインタビューしてね、もう今度いいこと言わなくなったの、選手の。もうきついとこばっかり言うわけ。だこれは真剣にもう勝ちに行くぞって思って、あ、先生は真剣に今度行きますねっていう話をしたことあるなるほど、うん、だからもう先生、星野さん の気持ちっていうのはね、まあ、長いお付き合いさせてもらったんで、はいはい、もう大体わかるな。そうですよね。だから星野さんから今度ね、岡田さんに2004年変わって、まあ、それ優しくなったってこと。あの、うん、変なプレその与えない、あの選手に。今まで対星野さん、対星野さんに怒られないよう ようにやろう。多分、あ、そういう気持ちがどうしてもね、働いた、勝ってしまったんですよね、はいはいはい、だけどそれでプラスでやっぱ結局、うん、ある意味プラスの部分もあるし、あ、まあ、そのプレッシャーをね、プレッシャーの中やらなきゃいけないっていうのと、うん、殴りはもうしなかったですけど当時さすがに殴りはしないけど、本当スリーバントしてベンチ帰った選手の顔見たらもう早いから帰ってくるの星野さんの前を通らないで、遠回りしてベンチに帰ってくる。もうできたら相手ベンチに帰りたいぐらいのねそれぐらいの勢いでね。いや本当そうだと思いますよ、うん、それを、まあ、岡田さんになって、うん、多分岡田さんのスタイルで、うん、だとそこまでこう表にバッと出さないで、怒ってると思いますよ、ね、まあだけどかなりやっぱり見えるっていうか先も読める、うん、そういう監督だから、はい、そういう厳しい岡田監督なりの厳しさっていうのはね多分あったと思うんだけど、はい、やっぱり違う。僕が経験した2年、4年、うんうん、2004年ぐらいは、はいはい、別に特別なことをしようっていう感覚じゃないなっていう、なくて、あの普通にオーソドックスな、うん、まあ、岡田さんのセオリー、まあ、多分あると思います、はいはいはい、勝つためのね、そうです、勝つための一番、まあ、正しい、作戦だよね、はい、うん、だからそれは、まあ、その星野さんの奇襲とかいろいろある中で、うん、る奇襲っていうのは僕らはもうまず星野さんと戦ってたの部分がちょっと岡田さん監督になって別に岡田さんをバカにするとかそういうことじゃなくて楽になるじゃないですか、気持ち的に。確かに今まで常に怒っていられた星野さんじゃない、うんうんうん、はい、ちょっと岡田さんのこう、うん、ふわっとした、うん、ふわっとした感じ、ね、感じで、でヘッドコーチがシェフ平さんがいたそうかみたいな感じで、あの時も平田かヘッドコーチだったね、はい、ちょっと気持ち的には多分選手も今までとはやっぱり全然違う感覚にはなったと思います。楽になったのね、はい、だから今回も金本矢野から岡田さんになって、うん、選手もちょっとまた違う、はい、でも、まあ、矢野監督の4年間はどちらかというとすごい選手に気を使ってやってくれてたような。